ようございます、アンナです。今日は入籍をする日です。ちょっと今から朝起きてシャワー浴びて区役所に行きたいと思うんですけど、ちょっと準備をねパパッとしていこうと思います。鼻声なんだよね、なぜかさ、花粉が今日という日に花粉症が、今日はちょっと目が腫れてるのなんでかというと、昨日まずね、もうファンクラブの子たちにはキューピッツちゃんには実はもう報告していて、直接じゃない、ライブ配信で、でそこでお花いただいて、あのファンクラブ担当してくださってる方から、もうなんかそこから少しずつなんかお花とかいただくとやっぱさ実感がさ湧いてくるんですよね。あ、ちなみに下地はこれです。あ、私明日結婚するんだみたいな風に思えてきて、で、あのお家帰ってきたら、あの彼のご両親からお花が届いてたり、ゆりなちゃんのパパとママからもお花が届いてたりして、なんかわかんないけど、それ見てすごいなんかすごい、これまでお世話になった人たちの顔とかがブワーって出てきて、マジでなんで本当にあんなにお花だけであんなに涙が出たのかわかんないんですけど、すごいなんかわーって実感が湧いてきちゃって、こう号泣みたいで、彼に明日目晴れるけん泣いたらあかんよ言われるという感じで、お花見て泣いちゃった。なんかすごい考えてしまった、いろいろ。幸せな涙だよ、もちろん幸せな涙なんだけど、なんか友達からも連絡来たりとか連絡取ったりとかしてて、なんか感慨深すぎて普通に涙出た。シェラ、もう須田じゃなくなるんだなっていう決まり。もう相変わらずファンデーションは使わないですね。ファンデーション苦手なんだよね、やっぱり。このコンシーラーが優秀すぎて、コンシーラーで大体隠れる嫌なところは。なんで3月21日に入籍するんですかっていうお話なんですけど、本日最強開運日なので、あの2023年の、それはもう1年前からね知ってたんですよ。で、いや、なんかさ、入籍するならさ、やっぱり縁起のいい日がいいよねっていうのはずっと彼とも話してたから、で3月21日がいいよねって言ってたから何かを始めるのにふさわしい日なので、この日にしました。ヒソードビューティクスで眉毛を描きます。でも今日から毎日指輪がつけれるっていうことがめちゃくちゃ嬉しい。今日はね、一日ね、ランチして夜ご飯食べるお店は決まってるんですよ。予定は詰まっている。ただ今日は今までのどんな時の嬉しさらしい。今日はシャネルのアイシャドウを使いましょう。ねえねえ、リップ何色がいい？即答だった。わかり、まあ、じゃあさ、もういつも通りにしよう。そうだよ。っていうか聞いてください、皆さん、免許を取得できました。イエーイ。ね、なんとね、入籍日前日に免許を取得できるという、なんて最高な、本当に無理だと思ってね、免許は取れないんだって、私って運転下手なのかもとか思ってたら、運転免許を取得をすることができました。入籍日前日に免許が取れて最高の気分でした。かっこいい感じ、ここにいてる先輩キャッツしちゃった。アンドビーのコントゥアペンでこうやっていい絵を入れますね。
うん、内側より外側に、いよいよリップを選びましょうね。シャネルの赤リップにしようかな。シャネルの赤いよね、赤いリップにして、ルージュ、あ、リュークレックストレ868だって。でセフォラの赤いリップブラシで、ブラシじゃない、ライナー、赤いリップライナーを奥取りします。いいんじゃないでしょうか。すごい赤リップだけど、メイクはこんな感じでポニーテールしていきたいと思います。ということで最後の確認と、ちょっと恋届けね、写真、ヘタルとカノカンとの写真を撮って準備万端、お出かけしま、お出かけじゃない、行ってきます。今日の香水はこれにする、オフホワイトの香水、最後のバージルの最後の作品ですって意味で、パワーをもらって、この香り、この香り大好き。ではということで、無事入籍してきました。すっごいね。あ、私たちは祝日の日に入籍したんだよね。祝日の日に入籍したので、あの書類の確認はちゃんと平日の時に彼が言ってくれて、書類は問題なかったんですけど、並ぶと思ったけど、思ってた500倍並んだの。1時間半ぐらいかかった。思ってた何倍も時間がかかったんですけど、やっぱそういう開運日だったので、やっぱり入籍する方がたくさん いました。みんな結婚記念日一緒なんだって思ったら、なんか超素敵だなって思いながら来たんですけど、今日はずっとずっと楽しみにしてたランチをしに来ました。6階だって。なんか私たちウェディングフェアの時に指輪をシャネルで購入したんだよね。婚約指輪、結婚指輪、結婚指輪って3本購入したんですよ。そしたら、その日じゃないけどトータルで、あ、そう、トータルでね。そしたらね、ウェディングフェアだったからか分かんないんですけど、このパレスホテルさんっていうところのランチ券をいただけたんだよね。リフトチケット、招待券なので、いつでもいいですよみたいな感じだったから、じゃあせっかくなら入籍日にと思って入籍日に予約したので行ってきます。超楽しみ。私たちの門出に華やかな未来食べたい？一口食べたい？一口食べたい？一口食べたい？
信じられないくらい美味しい、ね、うん、初めてこんな美味しいお魚食べたかもぐらい美味しい、うん、可愛いデザート、そう、素敵空間だなって、ね、民泊だと間違えてるんですか、これからもよろしくお願いします。ただいま帰りました。なんならもうアンナちゃんはパジャマなんですけど、ということで入籍 Vlog でした。入籍日 Vlog でした。いやー、もうパジャマでごめんなさい。私帰ってきたらすごいすぐパジャマになりたいっていう人なんで、もうすぐパジャマになっちゃったんですけど、今日は一日、ま、ともうずっと前から本当パレソテーさんでのランチが決まってて、それがお昼の時間で予約してたんで、その前に婚姻届を出して、でそっからの予定はどうするとか言ってたんですけど、ちょっと前にお寿司屋さん、いつもお世話になってる大好きなお寿司屋さんを予約していたので、まあ、とにかくその素敵なご飯を2人で食べて、最高のお酒とご飯で明るいぐらいに乾杯という日だったよねとにかく美味しいご飯とお酒を飲めた日でした。今からはなんか私的に何見ようかな、アバウトタイムとか何がいいかな、なんかそういうロマンス映画をお家でペトロとカンカンとね4人で見れたらいいなと思っています。なんかね、でもすごく実感が湧きました。入籍実感湧いた、どう、あんまり変わってない、まあそっか、名字変わらんもんな男の人はな。婚姻届を出すときに、その係の方とかに、あ、そう、その言葉をね言っていらっしゃって、
私たちはね、たまたまそのタイプの方じゃなくてね、ご結婚おめでとうございますって言っていただいたんだけど、なんかその瞬間に、あ、もう私はこの瞬間から彼と籍を入れて、まあ、名字が変わるんだみたいな、あ、本当に結婚したんだなっていう、そこですごいまず実感がすごく湧いてわーってなって、でその後に発表があったんですけど、発表のしてから皆さんに本当にたくさんの方におめでとうって言ってもらえて、それが本当に本当にやっぱり嬉しかったし、それで自分の実感が湧いて、こんなにお祝いしていただけると思わなくて、本当に幸せ者だなと思って、これから2人でもうどんなことがあっても、本当にこの時に思った気持ちとか大切に持って進んでいこうかなと思いました。これからもこの気持ちを大切にしながら2人で明るい未来へ進んでいきましょうね。ケンタロウ、よかったね、パパができて。パパですよ、ケンタロウくんとカンカンくんの名前、名字も変わるよ。はい、ってな感じで本日はお家でゆっくりしたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とかコメントとかよろしくお願いします。バイバイ、さようなら、バイバイ。